毎週火曜日はお役立ちよかようご飯、パーティーにぴったり、でも家庭で作るのはちょっと大変そう、そんなイメージのニョッキを今日はお手軽に作っちゃいます。今日はフードプロスタジオ料理家の山川陽子さんに教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今月のテーマはパーティーにぴったりレシピということなんですけども、ニョッキと聞いてレストランでこう出てくるイメージで家庭で作れるのかなと心配しているんですけども、はい、今回はじゃがいものでんぷん質もしっかりと利用して作る、はい、手軽なもちっとニョッキになります。今回揚げるので割と失敗の原因もないと思いますので、はい、手軽に作れると思います。もうすごく楽しみです、はい、今日もですね、ヘイセンさんとナミさんに試食をしていただきます。やった、嬉しいいいですね、2回連続でね。いいでしょう、はい、いいね。今日はニョッキということなんですけども、うん、このニョッキ、うん、どこの国の料理か分かりますか？あれだもんね、韓国はトッポギだもんね。あ、そうですか、分かんない。あ、そうですか、うん、あら、珍しい。ドイツ、ジャガイモ、なんかね、ヨーロッパの雰囲気はする、うん、あ、なんかそんな、ね、感じはしますよね。山川さん、いかがですか？はい、ニョッキはイタリアの、イタリアパスタの一種ですね、はい、はい。服装面白いですね、なんか反転してる感じ。本当ですね。あ、本当だ、本当だ。ちょっと太陽でね、これ太一陽子で太陽で行きましょう。リンクコーデのような、よろしいんじゃないでしょうか。はい、行きましょう、お返しします。それでは早速作っていきましょうまずは、はい、まずはじゃがいもになります、はい、じゃがいもは皮を剥いて芽も外していただいた、あと食べやすい大きさに切って水から茹でておいてください、はい、で竹串がスッと通るぐらいになったら茹でこぼしていただいて、余分な水分飛ばして、はい、熱いうちに潰してご準備をしていただけたらと思います、はい、潰し終わったものがこちらですね、はいはい、さあこの後はどうしましょう、はい、ではこちらにですね、お塩と、はい、塩小さじ4分の1ですね、はい、で粉チーズですね、粉チーズ 20g です。はい、そして薄力粉が入ります、はい、50g からということですけども、はい、出てくる水分量によってちょっと増やしていくみたいな感じですかね。そうですね、じゃがいもが持っている水分もあると思いますし、はい、あと水分の飛ばし具合でも少し変わると思いますので、混ぜてみてちょっとべちゃっとしてるなと思ったら薄力粉を足していただけたらと思います、はい、ここでよか用ポイントです。もうすでにやっていただいているんですけども、はい、混ぜるときは練らずに切るように混ぜてあげてください、はい、うん、はい、これはなんか道具を使った方がよろしいんですか？そうですね、ひとまとまりに少しなってきたら手でキュッキュッとこねていただいてもいいんですが、はい、まあ、初めのうちは手でこねると粘りも出ますので、うんうん、まあ、木べらでこうやって切るように大きく混ぜていただけると良いと思います。はい、わ、はい、かりました。はい、そしたら少しまとまってきましたので、はい、もう十分ですかね、はい、手で少しこねるようにして混ぜていきます、はい、結構な力でねっていって大丈夫かな？このあたりを手の、はい、はい、ここの口のあたりを意識するような感じでギュッと、ね、はい、はい、押すようにしてこねてあげると良いと思います。で今回は3種類作っていきますので、はい、このベースの味を残して、うん、残りまた2つに分けていきますので、はい、よろしくお願いしていいですか？わかりました。今日は3種類ということで、はい、1種類は私が作ります、はい、お願いします。じゃあ私は何を作ればいいですか？はい、こちらは刻んだベーコンと、はい、粉パセリですね、乾燥のパセリを入れていただいて、はい、同じく切るように混ぜてみてください。はい、じゃあベーコン入れます、はいはい、結構ゴロゴロ入れて大丈夫なんですね？大丈夫です、はい、それからパセリ、パセリですね。お好みでバジルとかお好きなお家にあるハーブ使っていただいても美味しいです。わかりました。さあこれも、先ほどと同じように切るように、はい、切るように混ぜていきましょう。混ぜていきますね。さあ、いいですかね、こんな感じ で、はい、で少しまとまってきたら手でまとめるようにしてキュキュッと押さえていきましょう。はい、それでは混ぜていきます。はい、でもう一つですね、はい、こちらはカレー味になりますのでカレー粉を加えていきます、ね、もうカレー味は子供大好きですよね。そうですよね、はい、で同じように切り混ぜてまとまったら少しこねていきますね。出てしまうとどうしてもでんぷんがべちょっとなってきて食感も悪くなるので、切るように、はい、混ぜるのが結構大事なポイントになります、はい、こう適度な粘り気というかが必要なわけですね、はい、そうですね、そしたら1個を6等分にしたいので、はい、6個にしていただいてコロコロっと丸めてもらってもいいですか？わかりました。6等分、はい、
うん、手でちぎっても。手でちぎったらいいですね、はい、こういうの切ってもいいですし。あ、なるほど、はい、私は手でいきました。はい、こちらも大丈夫です。はい、こう丸める時のポイントってありますか。もうまんまループしていただいたら大丈夫です。ちょっとね、ひびがあるとそこから割れることがありますので、はい、ひびが大きく入りそうであれば少しここで直していただけると良いと思います。なるほど、ベーコンが入っているとちょっとひびができやすいの で、 そうです、ね、少し難しいですね、はい、ちょっと揚げるときに少し跳ねやすいので気をつけてください、はい、今日の LINE のメッセージテーマが私のごちそうなんですけど、はい、山川さんのごちそうって何ですか。私ごちそうは、はい、私の一番の好きなごちそうはカニなんですが、うん、これからの季節はクリスマスもお正月もあって、まあ、パーティー料理作るのもすごい好きなので、はい、ちょっと華やかなメニューを結構作るの好きですね、クリスマスだったら、うんうん、すごい。これは今年のオンラインレッスンのメニューになるんですけど、料理教室のローストチキンとラザニア と、はいはい、とミネストローネとマリネ と、 とリンゴのカップケーキですね、マフィン。もう次元が違いますね。ちょっと違いますね。だから手作りで、はいはい、これは去年の正月で、クジラとかカニとか、はい、いろいろ生ハムも同居しているというね。そうですね、いろいろ入れております。素敵、いや、美味しそうですね。さあ、あとカレーだけですね。はい、でカレーは中にチェダーチーズを入れて丸めていきます。やっぱこうやってね、こう自分で作りながらって楽しいですよね。楽しいですよね。と丸めるだけなので、お家でお子さんとかと一緒にするのも楽しいと思うので、はい、はい、こんな感じでギュッとチーズ入れていただいて、はい、はい、これを丸めていきますね。じゃあもうあと1個です。あと2個ですかね。はい、で、はい、そしたら一応これで3種類丸め終わりましたけども、あとは、この後は、はいはい、油で表面がきつね色になるまでカラッと揚げていただければ完成になります。はい、分かりました。入れていきますね、はい、この後きつね色になるまで揚げていって器に盛って完成です。今日はもちもち食感がたまらない家庭でも簡単にできる3種の揚げニョッキを作りました。